先は国ジパングより極東のアルタイル飛翔数ユー。はい、こんばんは。今日もワッツアップ中川のお時間となりました。はい、さあ今日もですね、MC は坂口舞子と山内健介です。ちょっといい声。ちょっと意識しました。誰を誰を何を意識、あ、いい声を意識したってこと。いい声を意識してる。なるほどなるほど。今後ともよろしくお願いします。はい、まあ、なんか全然暑い日がちょっと続きますね。いや、ちょっと尋常じゃない。しかしちょっとイベントの情報をなんかお届けしようと思いながらも、はい、ちょっとこう暑いとなんか皆さんにお出かけを推奨するのが良いものかとも思うぐらい。本当、ね、ぜひ熱中症には気をつけて。本当にそうですね。まあコロナの対策もしつつ、なかなかマスクもねこうしてるのも暑かったりするんですけれども、ねね、いろいろいっぱい対策が必要になっちゃいますね。そうですね。なんか通気性のいいマスクへのねちょっと私不安。うん、そうですね。なんか通気性がいいってつまりみたいな気持ちにちょっとなってしまって、なんかちょっとだけそういう、あ、まあ、人がつけてるのとかないんだけど、うん、なんか自分がなんかこう乗り出せずにいて、うん、まあ、なんかできるだけ一人の時とかに、はい、なんかたくさん余計に呼吸するみたいな。そうですね。そうで、ちょっとなんかすいません、聞き苦しかったら、最近ちょっとなんか鼻炎が続いてて、あ、どうも、まあ、そのマスクもあるのかもしれない、やっぱこの寒暖差にですね、はい、私の粘膜ちゃんがやられちゃってですね。そうですね、やっぱね、エアコンがねやっぱついて外になったらもうこんなうだらような暑さですからね。体調整えるのもなかなか難しいところなんですけどね。そうそう、皆さんも本当体調崩しやすいのでですね、はい、お水と、お水だけでは良くないのでね、ちゃんと塩分も取ってもらって、はい、楽しく過ごしてもらえればと思いますが、はい、まあ、中川の、この番組ではですね、はい、中川のイベント情報だったりとか、まあ、中川の方々にみなぜひ行ってもらいたいようなイベントをですね、うん、ここではご紹介していくわけですけど、はい、一つやっぱ夏の、風物詩というか、はい、中之島公園が、あ、はいはい、川遊びがですねしばらくお休みしてた、はい、そうですね、大雨があってですね、ダムの放流とかがあったもので、ちょっとお休みしてましたが、先週からかな、先週から、うん、川遊びが開放になって、でもさすが情報というのは早いもので、口コミというのは早いもので、もうなんか最近は9時、朝の9時ぐらいになったらもう満車ですという、はい、投稿も出ていてですね、もちろんたくさんの方にね遊びに行っていただきたい、うん、まあ、屋外の方がやっぱりちょっと安全かなとかっていう気持ちもあるでしょうから行っていただきたいんですけど、はい、どうしてもですねあそこ周辺に民家というか、はい、お住まいになられてる方もたくさんいらっしゃるのでですね、道路上の駐車、路駐だけはちょっとしないようにですね、順番待ちをしていただいて、はい、あとですねゴミの持ち帰り、この点についてもね、ぜひ皆さんにご協力いただければと思っております。ただ中之島公園だから元気を取り戻しつつあってよかったなとは思ってま す, そうです、ね、なかなかねそのコロナの影響もあって、まあ、その後に雨があってなかなか結構新しいなんていうか失礼、はい、もうたくさん出店がコーヒー屋さんとかかき氷屋さんとかたこ焼き屋さんとか出店もなんか出たりして、うん、なんかこうやる側はねちょっとこう盛り上げようと頑張ってくださっているのでですね、はい、ルールを守って川遊びに行って、まあ、量をね量を取れますから。そうそう、量を取れる日本語は間違ってるかもしれないですけど、量を量を何ですかね、なんて言うっけ、量を求めに量を求めるとは言うね、うん、まあ南畑の方はね純粋にその中之島公園のすぐ近くの、はい、日吉神社、はい、あの辺りとかも気持ちいいね、うん、少しに日本では珍しいというか神社が普通の土地よりも低いところにある、はい、っていうので水害の神様なんだって言われてるんだよね。そうですね、うん、なのでそんな風情も感じていただきながら、ぜひぜひ。先日西日本新聞には以前ワッツアップ中川でもご紹介した荒人神社の風鈴の様子も掲載をされておりまして
まあ、こちらの方もぜひ楽しんでいただければと思います。そちらまだ開催中ですよね、うん、そうですね、今月末8月の31日までは、あ、9月の上旬ぐらいか、風鈴自体はですね。でフォトコンテストが8月の末まで、末まで、うん、あと2週間ですね、というふうになりますので、ぜひ見に行ってみてください、はい。でまあ、今週お届けするイベントは2つです、まあ、はい、1つは先週もご紹介しました晩飯区の振り返りというか、はい、もう一度あのお知らせをしておきたいと思いますので、こちらは山内さんお願いします。はい、晩飯区ですね、はい、九州シティフィルハーモニー室内楽合奏団の、森田良平さんが、主な、中心人物といいますかですねコントラバス奏者の方ですね、はいはい。現在 NRS ラジオでも7月から新番組、うん、森田良平のザ・晩飯区という番組が始まりました、うんうん、これはクラシック×晩飯というものでございまして、もともとこの森田さんもですね、先週も前回お伝えした通り料理の映画とても得意というか、いろんな各地回られて、うん、本当に料理精通されてて、うん、非常に森田さんの作る料理もうまい、美味しいということで、はい、まあ、鶏飯とかですね、うん、そのご飯とクラシックを掛け合わせたイベントをやろうではないかということで、うんうん、今回、中市で、うん、ザ・晩飯区というイベント、音楽イベントがスタートいたします。はい、はい、というわけでですね、はい、前回も、お伝えした通り、うん、もう曲目が、あ、そうです、そうです、はい、あの結構定番の、クラシックの音楽からですね、はい、あの日本の現代音楽っぽい音楽もあれば、あとはまあ、私この間はちょっと話しましたけど、愛の参加といったような、うん、オールディーズですねの、はい、まああのまあ、この曲はシャンソンになるのかな、まあ、そういう皆さんの耳なじみのある曲も演奏されるということですので、うん、というわけで、うん、でその今回第1回目のその晩飯はベトナム料理ということですね、うんうん、はい、アジアとクラシック、アジアアジアなクラシックコンサートかけるアジアな晩ご飯ということでですね、うん、ベトナムの、福岡市内のビナハウスさんと、はい、のご、協力いただいたもとまたなんか日本語が、うん、ですね、豆ってしまうということですかね。豆ってないんじゃないの。豆ってないんですね全然間違っておりますけれどもですね舌が豆っておりません、はい、いつもの通り、そうですね、通常営業ということでですね、なかなか情報が入ってこないこの情報案内日付とか言ってもらっていいですかね日付、あ、はい、日付はですね2020年、まあ、2020年ですねすごい、毎週やっている情報番組で、あの来年のお知らせはまあなかなか言わないですかね、まあ、言わないか言うかもしれないかな、今年は2020年ということですねうん、うん、改めてリマインドということですね、はい、8月22日土曜日、会場は18時、開演が18時30分からです、会場は博多南駅前ビル中市2階のイベントスペースでございます、はい、料金は会場参加限定20名となっております。ぜひ予約お待ちしております、うん、チケットは2000円プラスワンドリンク、うん、でその晩飯なんですけれども、うん、ビナハウスさんのバインミーセットを、提供しようということです。こちら1000円となっております、うん、バインミーってどんな、うん、バインミーはですね、あのフランスパン、あったかいフランスパンに、はい、ナマス、あのお野菜の酢漬け、はい、とお肉とかが入って、あとはなんか、まあ、お野菜がいくつか入ってるかな。でパンはしっかりあの温かかったりするとパリパリでね、すごい美味しい、美味しかったです。私は実は試食しました。すごく美味しかったので、ちょうど今お腹が空いてきちゃった。いや本当ですね、もう皆さんはご飯食べ終わってる時間かもしれませんが、私はお腹空いております、はい、僕もお腹は空いておりますというわけですね、はい、でオンラインでも今回、うん、オンラインでも参加できます、在庫を使った配信を予定しておりまして、はい、配信チケットは1000円、まあ、プラス手数料となっておりますので、はい、申し込み会場参加の方は、メールで申し込みお待ちしております、うん、言葉中川のホームページ、はい、あとフェイスブックページですね、うん、で、ぜひチェックしていただきたいと思います。オンライン参加の場合もその在庫の URL がフェイスブックページや言葉中川のホームページに記載されておりますので、はい、ぜひチェックしていただきたいと
はい、言葉中川晩飯っくとかで検索したら出てきますかね、はい、そうですね、はい、そんな風に検索してもらえればと、はい、在庫でですねインターネットのオンラインで参加をされる方はですねぜひあのご飯を食べながら聞いてもらうなんていうのもいいんじゃないかななんて思います。はい、ありがとうございます。じゃあもう一つですね新しくイベントを紹介したいと思います。同じく今週の週末のイベントになりますが、はい、8月23日日曜日にですね、はい、セフリダム一周ハイキングというハイキングイベントが開催されます。セフリダム一周はい、ですねこの標高550メートルの場所にあるセフリダム、はい、一周約4キロを、歩くというものだということです。はい、まあ暑いのでね皆さんあのそれだけは注意してもらってですね、はい、そうですね、はい、ただまあ、8時50分に集合して歩き始めて午後3時ごろ帰着予定ということなのでなかなか歩きますね。そうですね、まあ、移動は、バスで行くのかな。バス停前、市役所の玄関バス停前に集まってセフリダムに行くと。あ、市役所集合ということですね。はい、そうですね。定員は30名。事前にお申し込みが必要となっております。こちらですね、事前のお申し込みは、保険の、まあ、レクリエーション保険とかね、そういった保険の加入の手配のために、はい、ちょっと事前にということになっております。参加費は1500円、はい、まあ、保険代等を含むということになっております。で、ご持参いただくものとしては、お弁当、水筒、うちは日傘、まあ、このあたりはあの暑さ対策ですね。お申し込み問い合わせ先はですね NPO 法人中川自然学会里山歩き隊下田様ご担当ですね、はい、の方に、ご連絡いただければと思います。電話番号はですね952-1325、はい、092-952-1325となっております。こちら広報中川に情報載っております。で定期的にですねあのいろんな山を登ったりとか、うんうん、されているこの、中川自然学会の里山歩き隊の方々ですね、はい、の企画となっております。山歩きとかハイキングとかしますか？最近は全然してないですね。年に1回宝満山の登山とかですね、まあ、登山は、5、6年前までぐらいには定期的にやってて、うん、あの歩くことは好きなので、まあ、最近ちょっと運動不足でですね。そう、もう皆さんこの、 あの音でしか聞いていない方には伝わらないであろうけれども、はい、この山内さんの細さたるやいやー本当に運動横にいると多分だって私の向こうにいると見えないんじゃないかぐらい細いですからねかろうじてまあその身長があるからね頭の上では出るかもしれないけど想像してみてください、はい、すごい薄、想像しなくていいな、薄っぺらい人です。ぜひあの私のおすすめの運動は何かということで、うん、まあ、山歩きもいい、ね、お待ちしております。なるほどね、おすすめの運動ね、なんかやってみたいのはある？中学校の時はテニス部だったんで。ああ、そうか、軟式、はい、軟式テニスですね。でも硬式テニスもやったことあるし、はいはいはい、あとは、まあ、でもテニスか、あまりイメージがないな。今やったらありませんかね。ないかとか運動のイメージないでしょあんまり。うん、なんかね、今私一生懸命あの山内さんの顔をじっと見ながら、はい、何部がありえるかでしょう。運動部ね、うん、あ、でも陸上部とかは意外とありそう。陸上、うん、なんかほらあの長距離の人の体型な感じ、うんうん、むちゃくちゃ遅いですね僕、うん、まあ、それはさ長距離が遅いってことは体力不足っていうこと？あ、そうですね。あ、そうだよね、なかなか。でも山歩きとかしたいですね。ちょっと暑いから、うんうん、まあなかなかこう外に出歩くのも苦と思うけれども、やっぱ体を動かすと、動かさないとですね。うん、そう、動かすことは大事ですよね。いや、動かすことは大事ですね、うん、私そう、よくこういう話になるんだけども、歩く、うん、走るだけでお出かけするのが非常に苦手です。あ、山歩きとかは？山はね、あれです、行くのはいいけど帰りが苦手です。帰り？な、それはもうなんか惰性だから。惰性？行くのは目標があるじゃない、登る、あ、山登り、あ、山登るのはいいけど、違うの？今違う話？あ、ごめんなさい、それあ、
よかった。そう、だから何かをしようとするのは好きなんです。だから山を登るとか降りるのがもうもうだって終わってるじゃない。じゃあできれば車で下に降りたい。かこれはそれこそあのサバイバル王麻酔ともね、その話をしたことがあるんだけど、はいはいはい、登るっていう風にしなくていい散策ルートがあるといいな。なんかその探検するみたいな、例えばキノコを探し続けてたら登って降りてるみたいなことだと、はいはい、ずっと行きなわけ。あ、そうですね。あ、そうそう、なるほどなるほど。そうだから山を登るっていうことを目標にしてしまうと、登った時点で私の中でのエンターテインメントが終わっていて、はいはいはい、あの惰性なの。へえ、あ、なるほどね。だから、はあ、帰らないかってなる。そうじゃなくて帰らないかんってなるんですねそう、だから例えばその走るっていうことを目的にするのは非常に苦手。あ、だからそのランニングをしようということとか。あ、じゃあ日常的にウォーキング、うん、ランニングとかしあんまりしないんですね。うん、なんかすごく安全な場所で本を読みながら歩いていいんだったらできると思う。あ、それは本を本を読むことはできる、うん、そのしたいから。でここは読み終わるまで歩き続けろっていう運動だったらいいかもしれない。だからあのウォーキングマシーンとかでさ、私短編集とか読んで毎回そのあの読み続けてくださいみたいな、なんか毎日、はいはい、私それいけるかもしれない。それならあれですね、あの運動にもなるし、そう、読書ダイエットができるかもしれない。読書ダイエットっていうジャンルをこう今思いついたそれだったらでも嫌じゃないかも。この本って決めて、その本を読むときはこのランニングマシーンに乗らなきゃいけないっていうのを自分にタスクとして課すのは、体を動かすのは嫌じゃないから。ただなんかあの何もせずにただ歩くとか、うん、まあきっとその景色を見たりもするんだろうけど、でもほら毎日同じルートだったりするじゃない今なんか遠くから遠くからの声が聞こえましたけどそう、なんかそれが毎日こう朝ランとかね、いや本当素晴らしいなと思ってんだけど、うん、私は本当それが苦手でどうしたもんかといつも思っている。それができたら多分もっと日常的に運動できるのになって自分で思ってる。うん、平気？そういうの僕はやっぱやり始めるまでがですね、腰が重すぎて一回やると、まあ、止まんなくなる時があったりとか。そういう意味であのフォレストガンプみたいな、フォレストガンプみたいな掃除とかもそうなんですよ、どこまでも走るみたいな。でも体力が続く限りですよ、運動は。はいはいはい、なんか掃除とかもそうなんですけど、はい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 、そういうウォーキングとかランニングとかも、うんうんうん、腰が重すぎて一回あのやるまでがかなり時間がかかる。運動とかも一回やり始めたらひょっとしたら続くかもなっていう。あ、じゃあやれよって感じなんですけど、ね、いやでもその一回がね難しいというのは私も非常によくわかる、うん、やった。なんかその走るのとかは逆にほらやる人とかはさすぐできるからいいってやっぱ言っているじゃない、うん、でまあ確かにそうなんです、すごい合理的なんだけど、うんうん、なんかね、非常に私にはなんか不向きでね、なんかそう誰かが毎回そのなんかミッションを与えてくれたらいいな、はい、あ、それわかる誰かがそのなんかあのそう赤いものを10個見つけるまで走れとかね、なんでもいいの、ほんとなんでもよくて、そのそう自分と向き合ってる感じがちょっとあんまりダメなんだよ ね、 そ, ね、それも僕もなん分かる気がします。うん、僕もだからそのそういう目的で歩いたり走ったりは苦手だけど、例えばだから街を歩くとか、うん、そういうのはね全然苦じゃない。僕もそうです、ね、そう、もう基本的に徒歩移動は全然平気なんだけど、そうだからねもう教えてほしい、そのウォーキングとかの楽しみ方、みんなどういう風に楽しんでるのか、うん、ぜひ、メールをお待ちしております、はい、教えてください。はい、ということでですね、あのイベント情報は2つ、はい、今週の土曜日がバンメシックですね、はい、で日曜日がセフリーダム一周ウォーキング、はい、ハイキングですね、となっております。はい、で中川のイベント情報はこれくらいにしてですね、はい、せっかく夏休みで今実は福岡市内でなんかいろいろたくさん面白そうなあのイベントじゃない展覧会が開催されていたり、はいはい、これから開催されたりという情報があるので、
私もあのすごく美術館とか行くの好きでですね、見ているので、ちょっとここでご紹介をしてみたいななんて思います。気になりますね、はい、でまず、現在開催中のものを3つですね、あのイムズの中にある三菱地所アルティアム、あそこで開催されているのが最果てた日の展覧会となっておりまして、最果てた日さんというとですね、あの若手というかね、若いあの詩人になりますね。まあ、彼女の場合はもともとブログというかね、ネットでこう書いていたものを人からこれって詩なんじゃないと言われて、自分は詩を書いていたということに気づいたという出会いのエピソードをお持ちですけれども、まあ本当になんかすごい独特の言葉の使い方があって、以前あの基本の基本で、はい、そうですね、はい、NRS ラジオのですね、別番組、佐久本清ちゃんがやっている読書感想ラジオ、あれでもね、取り上げられていましたけれども、まあ本当に20代とかそういうなんか若い人の人気ですよね。すごい人気、なんかこうビジュアル的な素敵さもあるよね、なんかただ可愛いとかそういうことではなくて、なんとなく持っていらっしゃる世界観、そうですね、雰囲気が、そうですね、あ、もう中原中也賞とかも結構受賞されてるんですね、そうなんですよ、今本当注目 のアーティストさんというか、はい、詩人の方ですけど、最近あの絵本も出してましたね、一冊あの 100% オレンジというあの作家さんとタッグを組んで絵本も一つ出しておりましたけど、あのそういろんななんかこう詩とかそういったものでどういう風に読んだらいいのかなって思ってる方とかは、でも私実は皆さん日常的に詩を読んでいるということに気づいてほしいとここで言いたい。ほうほう。いや、みんな歌詞を読むでしょ。読むよあれは詩なんだよね。確かに。そうそう、だからまあちょっと例えば少しその文字とかとして書ける世界観とかっていうのはもちろんあるんだけど、そう、みんななんかその詩というとあのなんか松尾芭蕉の川柳とかさ、ああいう流れであの宮沢賢治の詩とか少し古典的なイメージをすごく持っているんだけど、意外とそうでもなくて、で結構中学校ぐらいの多感な時期に一つ二つね、みんなポエムしてると思う。書いてる、書いてます多分ね、机の中ちょっと見てみてください絶対ある、ありますね、私も書いてた。もうなんか覚えてないから実家の教えとかにまだあるのかな、わかんないけど、やっぱりあの頃はその自己陶酔というのがすごい重要な世の中からの逃げ場になっていて、だからあのきっとみんな詩はね、あのあると思う。みんな詩人です、みんな詩人だと思う、はい、なんかね、あのラブレター的なことを書くときとかも軽く詩人になってる、やっぱり、無意識にね、ありますよね。そうそうそう、だから詩の読み方ね、なんかこうこうしなきゃいけないっていうものはないし、まあこれ私も本の時もよく言ってますけど、本当その人それぞれのなんかこう出会い方とかしてもらえれば、でインスタレーションとしてもすごい面白いみたいなので、ぜひ、はい、三菱地所アルティアムですね、8月8日から9月27日までの展覧会となっております。お、まだ9月27日までですね。はい、9月27日までですね、はい、はい、で次はですね、福岡市博物館ですけれども、これがピクサーの秘密展、ほう、はい、あのトイストーリーとか、ファインディングニモとか、あとはモンスターズインクとか、まあ皆さん何かしら見たことがあるかなと思うんですけど、 そんなピクサーの秘密展、これはあのいろいろですね、写真が撮れるコーナーがあったり、もちろんそのピクサーの作品ができるまでを紹介してあったりするような、割と体験型になっているものだということなので、まあこれ大人も子供も楽しんでいただけるのではないでしょうか。お、そうですね、はい、でもう一個はですね、子ども向け企画ということにはなってるんですが、私これ結構大注目してまして、これは福岡市美術館です、はい、6月30日から8月30日の期間でですね、夏休み子ども美術館という企画なんですけど、みるみる怖い絵の世界というタイトルの、みるみる怖い絵の世界、よく見ると怖い絵ってめっちゃあるじゃないですか。わかります？そう、絵ってその例えばすごくまあ宗教画とかは まさに分かりやすくそうなものはいっぱいあるんだけど、そうじゃない絵でも、そうじゃないものもある、ただなんかそのそう見て知ると、初めはなんかこれ何書いてんだろうと思うものも、よくよく知るとすごく怖いエピソードがあったりとかまあ怖く見えるものとかがあったりとか、まあそういったですね、ものを
子供向けの企画をですね、私ぜひ大人の方にお勧めしたい理由は、非常に分かりやすい。はい、で、あの専門家の方が、あのやっぱり十分に理解してるからこそ表現できる表現の仕方で子どもに伝えているというところが、私は子ども向け企画展の素晴らしいところだと思っていて、だからあの国立なんだっけ、太宰府の九州国立博物館ですね、はい、あそこもやっぱアジッパっていうのもあったりとかするじゃないですか、あそこは遊ぶというかね、あれだけ遊びながら学ぶような場所ですけど、やっぱそのそう子供に向けて書かれたということは、本気でやるとすごく分かりやすいものになるっていう、ところがあって、なんかそういう意味でも、ぜひですね、こういうものに大人の方でもぜひ見に行っていただきたいなと思っております。親しみやすいですね、分かりやすいってなるとですね、そうそうそう、そうなの、やっぱね、あの熟語とかが漢字のさ、熟語とかがやっぱりそればっかり並んでるとさ、なんかふんってなるじゃないそうですねそう、だからまず日本語がよくわかんないから、もうもっと内容わかんないみたいになっちゃうところを少し補完してくれるものだと思います。で、もう一個だけ、はい、少し先なんですけど、9月の12日から10月の18日の約1ヶ月間、はい、アジビでですね、はい、皆さんアジア美術館あんま行かないんじゃないかななんて思ってるんですけど、ちょっとね、なんというか、マニアックなというかイメージの、イメージはですね、そうそう、イメージの美術館なんですけど、意外と、意外とってこんな言っちゃいけないですねあの結構面白い展覧会もやっていてですね、で今回ご紹介するのはですね、原田治さんの展覧会です。かわいいの発見、そう今ね多発しております、かわいい、かわいい世に多発しているかわいいでも結構それをですね、当初というか、かわいいと言われるもの、まあ、イラストレーターさんなんですけどね、原田治さん、そう名前は、ね、名前だけじゃピンとこないかもしれないけれど、実は、そう原田治さんと聞いてわからない方も絶対にどれかわかると思うんですけど、一つは、あ、ちょっと一番わかりそうなやつは言わないでおこう、まずは ECC ジュニア、ECC ジュニアのキャラクターですね、映画じゃない、英語教室ですね、のキャラクター。それからこれは知らなかったんです私、カルビーのポテトチップの真ん中にいるポテトくん、はいはい、あれも原田治さん、はい、これは私ですね今回知りました、そしてもうみんながきっと知っているのはあのミスタードーナツです、あのミスタードーナツの、絶対さ実家とかに行くとさマグカップかお皿かなんかある、絶対ある絶対これもぜひ見つけてください、はい、ぜひ見つけてほしい。少し前に、あ、この原田さんの方じゃないか、もう一人有名な方が鉛筆画みたいな、色鉛筆みたいな線の絵を描かれるミスドの、誰だろう、名前が分かんないな、そう、その方がのボックスが一回復刻されたよね、最近ですか、最近、ちょっと前に、その方がこう原田さんのどっちだったかな、でもこの原田治さんの絵はきっとですね、本当にどこかで一度は目にしていると思うので、ね、でそれが一堂に会するということなのでですね、いやこれは気になりますね、物販もすごい可愛いと思うね、間違いない、だからミュージアムショップも含めて、ぜひアジビ、これは穴場だと思いますよ私的には。あ、でもアジビってアンパンマン店とかもアジビ、アンパンマンミュージアムね、アンパンマンミュージアムアンパンマンミュージアム柳瀬隆史店ではない、柳瀬隆史、アンパンマンミュージアムです、ね、アンパンマンミュージアム、そうそうそう、の隣、隣、あ、隣ですね、アンパンマンミュージアム、あれは展示会じゃなかった、ないですね、まあ展示もしてる、でもどちらかというとあそこはテーマパークでしょ、アンパンマンの世界を楽しむみたいなことだと思う、すいません、今のはカットという、行ったことないけどです、はい、なのでまず8月8日から、行われておりますアルティアムでの最果てた日展、はい、それから、福岡市博物館の方ではピクサーの秘密展、そして、8月30日までの開催ですね、はい、福岡市美術館で夏休み子ども美術館みるみる怖い絵の世界、はい、そして少し先ですが9月の12日から原田治の展覧会でかわいいの発見ということで、4つの作品展を、あ、作品の展覧会をご紹介いたしました、はい、はい、ということで、今日はイベント情報をですねずずずっとお届けしてまいりましたが、時間になりまして、はい、最後にですねすいません、中川の、皆さんへ一つだけちょっとご案内をしておきたいものがありますので、はい、はい、ちょっと 2,3 分で終わらせます、はい、2,3 分で、
これですね、ちょっとニュースの、に関連するものなんですけど、はい、8月テレビのニュースでご覧になった方もいらっしゃったかと思うんですが、うんうん、8月に高校生の、女の子が、はい、なんかネットで知り合った男性に1ヶ月ぐらい監禁をされて救出されたというニュースがあったんですけど、はい、まあ、その時にどうやって通報したかというのがですね、ゲームの端末からインターネットにつないで、そこでインターネットで通報をしたという事件があったと思うんですけど、まあこれにちょっと関連するのかなと思って今回ご紹介なんですが、ネット119緊急通報システムというものが、ネット119、はい、ネット119緊急通報システムですね、はい、というのがですね8月の3日からだったかな、はい、これ8月3日からですね、はい、8月3日からですね、中川市の方でも運用が開始されるということで、はい、お知らせが広報中川に掲載をされております。中川市のホームページにも記載があるようですね。そうですね、はいはい、でこれもともとはどういうものかというと、はい、やっぱりその話せない、うん、もしくはまあ耳が聞こえない方とかが通報するために、導入されているシステムだということではあるんですけど、はいはい、緊急時、まあ、やっぱりその喋れない環境だったりとか、うん、そういうこともあると思いますし、はい、まあ、今はねなかなかそのそういう助けてっていう声をなかなか電話でちょっと言いにくいっていうこともあったりすると思います。で子どもさんとかだとね怖かったりした時も、うん、こういうネットでこれは結構イエスノーとか選択方式でどんどん通報できるようになってたりするんですよ、はい、でこういうものをですね今皆さん携帯持ってたりなんか端末を持ってたりするので、うん、もしかスマホとか、タブレットとかいくつかの端末でそれ登録することができるようなので、はいはい、まあ、防犯のためにもというか、そうですね、はい、こういうものはですねぜひ活用してみてはいかがかなと思っております、はい、まあ、こうやってなんかもともとはそういう何かしらそうやってコミュニケーションに障害のある方とかが対象となって始まったものも、うん、やっぱそういう状況そうですねっていうのは他の人にももちろん訪れることで、まあ、こうやってなんか新しいものが開発されていくというのは非常にいいことだなというふうには思っています。でこれちょっと登録をですね事前にちょっとしなくてはいけないので、はい、いざという時に登録をしようとするとすごい多分手が震えてしまうと思うのでですね、まあ、その事前にですね、はい、ぜひですねこれ登録するのは別に無料ですし、はい、ちょっと手続きがありますけども、うん、まあ、備えておくというだけでも心が、まあ、心持ちが、はい、違うと思うので、うん、ぜひ地元のこういうシステムはどんどん活用していきたいとしてもらえればと思っております。これは問い合わせに関してはですね、まあ、市のホームページにある程度その登録方法とかもちろん書いているんですけれども、はい、問い合わせ先に関しては春日大野城市中川消防組合消防本部、はい、警防課、うん、救急情報係という、はい、ところでなかなか難しいですけど、はい、電話番号は0925841190です、はい、ネット119緊急通報システムというところで調べてみていただければと思います、はい、はい、ということで夏はね皆さんお出かけして気分も解放されますので、うん、こういう安全管理と健康管理もしながらというところで今日のお話は終えようと思いますが、よろしいですか。今日はなんかダダダッとイベント情報を結構畳みかけました。盛りだくさんな内容でですね、でもすごい楽しみな内容ばっかりで、そうですね、私この辺の展覧会は一通り全部行こうと思うので、うん、またレポートもさせていただければと思っております。ぜひ見に行かれた方もですねメールで感想などを、ね、うん、そうですね、ぜひぜひお願いします。うん、じゃあそろそろ終わろうかなと思いますが、はい、よろしいですか。はい、いけますか。はい、今ちょっとあんまり音が聞こえないんだけど、あ、じゃあ次のね来週の、はい、来週ちょっとあんまりうまくいかない、はい、すいません、もう一回やります。それでは、うん、じゃあ今週もね楽しい1週間を過ごしていただければと思いますが、よろしいですか。はい、じゃあエンディング、今日はバシッとバシッと山口さんが締めてくださるということなのでね、来週まで、はい、私またお会いできるの楽しみにしてます。はい、失敗しました。それでは皆さんさようなら。